いつもご視聴ありがとうございます。ルッチカーレ店長です。本日もよろしくお願いいたします。暑い日が続きますが、前回からいよいよね、2023年の秋冬のコーディネート動画に入りました。これからね、秋冬もののことを考えていきたいなっていう方、こちらの動画に興味を持っていただける方に向けて、まずこのイタリア系のファッション、どんなものを揃えておくといいのか、どんなアイテムから足を踏み入れたらいいのか、そして長く使えて汎用性が高くてトレンドにはあんまり振り回されず、全部ね、線でつながるような、そんなスタイリングお話しさせていただこうかと思っております。はい、それでね、まずこの動画を始めた時、一番最初に僕が申し上げたのがグレーのウールパンツです。はい、もう本当に王道なんですが、王道だからこそ1本絶対持っておくべき、そしてなるべくいいものを、秋冬で1本、春夏で1本、素材が違いますので1本ずつ持っておくとすごく汎用性が高いです。そして形もそんなに大きく変わることはないので、ずっと使っていただけます。そしてこのパンツに合わせるもの、次どうしようか、ジャケットだったりアウターだったりニットだったり、順番に揃えていく。もちろんそれも他の色とも合う、他のアイテムとも合うってことを考えながら揃えていくと、意外と間違いない。コーディネートのことであれこれ迷う、そんなことのないように揃えておきたい。はい、それにはまずグレーパンツです。今イタリアだとインコテックスとか ET トリノとか、そんなところが全国的にも一番売れてる、そんな印象なので、どちらか履き比べて自分に合ったものを探していただけるといいと思います。そしてこれはもう本当トレンドというか今の傾向なんですが、いろんなパンツブランドでジャージー素材登場してきてます。これは楽ちんでスポーティーに見えて、そして意外と汎用性が高いジャージー素材で、しかもウエストがゴム、そんなものが多く出てるので、今1本持っておくと本当に使えます。そんな意味でこちらを選びました。先ほどがグレーのパンツだったので、こちらはブラックにしています。そしてジャケットです。ジャケットに関しては、もし着る方、ジャケットなんか全然着ないよっていう方はもうここは無視していただいていいんですが、ネイビーのジャケット一着持っておくべきです。これはラルディーニというブランドのウールのホップサックという生地のネイビーブレザーです。これもね、もうずっと変わってない、そして今後も変わらず使っていただける、そしていざという時、とりあえずネイビーのジャケット持ってればなんとかなります。ちょっとかしこまったところ、先ほどのグレーのパンツにこれ着てれば乗り越えられます。そしておしゃれに見える、そういった意味でちょっといいネイビーのジャケットを1着。そしてこちらはね、素材というよりは色です。こういったキャメルカラー、簡単におしゃれに見えて、しかもこのネイビーとは差別化ができます。これもジャケット着る方限定ですが、もしね、今の話ジャケット着ないよっていう方は、アウターとかでネイビーとこんなキャメル2つ持っておくと使い回せると思います。そしてこちらもね、ずっと僕おすすめし続けているアイテムです。スタンドカラーのジップアップのニットカーデです。これはもう薄いのから厚いのまで当店いろいろやっております。本当にね、イタリア人が愛してやまないアイテムの一つ。秋口はシャツやカットソーの上でこれを着ていただければアウター代わり、寒くなればこの上にジャケットだったりアウターを着れる。そして普通のカーディガンよりおしゃれに見えます。そしてスポーティーで上品に見える、そういった意味でこんなニットのスタンドカラージップ持っておくと便利ですよ、汎用性が高いですよっていう意味でご用意しました。そして休日のカジュアル、若い時だったらスウェットのパーカー大定番だし、1枚はお持ちじゃないかなと思います。この40代50代になってパーカーを大人っぽく着こなしたい、そんな方はニットに変えてください。プルオーバーだったり前焼きのファスナーでもいいです。とにかく素材をニットに変える、それだけでむちゃくちゃ上品になります。見た目がまるで変わります。そしてハイゲージのニットですね。ハイゲージってね、ちょっと薄手の素材のことを言うんですが、ハイゲージのニットは1枚2枚持っておくと本当に使えます。カットソーじゃなくてニットです。ニット素材っていうのは絶対的に上品に見えるアイテムです。なので薄手のニットはね、持っておくと便利です。今までロンティーとかで過ごしてた方、これを薄手のニットにする、同じような扱い方でいいです。ニットにするだけで格段に品良くなります。今回はね、ちょっとトレンドを取り入れてみました。トレンドは僕らの年代になったら知ってるだけでいいよ、一生懸命トレンドを追う必要はないですよって日々お伝えしてますが、少しトレンドを取り入れるんだったら今はモックネック着てみるといいと思います。タートルネック好きな方はいいんですが、タートルネックはどうしても首が締め付けられるとか、ちょっと顎に当たって窮屈だとか、そうやって思ってた方、フルネックじゃなくてちょっと襟の高いハイネック系ね、持っておくと便利です。そして色ですね、これはもう黒とかグレーとかネイビーとか本当に使える色いっぱいあると思いますが、今年ブラウンいいですよっていう意味でブラウンのモックネックのニットをご用意しました。全てのね、インナーに使っていただけます。これもつながってます。そして足元ですね、これももうずっとお勧めしています。ペランテのイセオというモデルですね。で、1足目は表側のコインローファー、ブラックで1足持っておけば全てのコーディネートに共通して使えます。
でね、この靴何がすごいかというと、裏側がねビブラムソールです、ゴムですね。水の侵入も防ぎますし、何より滑らない、そして軽い。この軽さ、ものすごくご好評をいただいております。窮屈なスタイルは皆さん今好みません。ファッションがそうなら足元もそうです。昔みたいに硬くて重い靴選ばなくなっています。スニーカーのように履ける革靴、そんな意味合いでデランテのローファーはすごく支持されているので、こんなの一足選んでいただくといいと思います。そして休日用スニーカー、スニーカーに関してはやっぱり白一足持っておけば一番使えるかなと思っております。でブランドに関してはね、どんなブランドを買っていいかわからないっていう方多いと思います。いい年なので、あんまりスポーツ系のブランドでみんなと同じものは履きたくないし、こんな方々にこのオートリーというブランドですね、セレクトショップ系のお店さんではかなり展開があります。しかもね、もうハイテク系のものとかダット系のごついスニーカーじゃなくて、これぐらいのねシンプルなタイプが使いやすいかなと思います。はい、靴が黒の表側なので、このベルトもシンプルな黒のレザーのベルトを1本、これは持っておきたいですね。はい、そんな感じでざっとお話しさせていただきましたが、こういったアイテムを実際にコーディネートしながら皆さんに見ていただいて、あ、なるほど、そういう色合わせ自分も取り入れられそうだなとか、あ、それぐらいのフィッティングできるとこんな感じに見えるんだとか、少しでもね参考にしていただければ非常に嬉しいです。よろしくお願いいたします。はい、まずはね、最初にご紹介したウールのグレーのパンツです。はい、こちらね PT トリノというブランドのワンプリーツ入ったスーパースリムフィットです。結構細いです。膝下もキュッと細いですよね。はい、こんな細身のパンツが非常に支持されています。今の傾向からするとちょっと太めのパンツとかいろいろありますが、まず1本揃えておくんだったら細い方が無難です。よりスタイリッシュに見えるし、足長効果得られると思います。そしてね、やっぱり大事なのはサイズ感です。僕はウエスト78センチぐらいで44サイズをジャストで履いてます。はい、なるべくウエスト周りジャスト、そしてもし小さかったらウールパンツに関してはちょっと出すことができます。大きいサイズを詰めるより小さいサイズを出した方がシルエットが綺麗に保てるので、パンツはねそちらの方が大体いいことが多いですね。そしてね、丈感、ここも重要です。あんまり長くしない。今ね秋冬なのであんまり短くするのはみっともないので、ジャストほぼね裾にクッションしないぐらいの丈感で合わせるとよりスタイリッシュに見えるんじゃないかなと思います。はい、そして靴、ペナントの黒のコインローファーです。こんなのを一足持っておく、汎用性が高いです。そしてね、白シャツ、ジャンネットのホワイトのボックスです。これもねサイズ感です。パツパツにはならないけど程よく細身に着ています。袖丈長すぎない、ここも注意したいところですね。そしてね、ここにね前立てがないです。そして胸ポケットがない、そういったものがない重要ですね。そして細身で綺麗なシルエット、襟型に関してはワイドカラーだったりカッタウェイっていう襟を採用されているところが多いです。よりイタリアっぽく着たい、そんな方にはこんな襟。ただ一つ、ネクタイをするのには合いません。ネクタイをすることないよって方はちょっとこんな大きく開いて高い襟選んでいただくとシャツ1枚でも様になる。はい、でね、シャツの着方なんですが、インしてベルトをした状態で少し上に引っ張り上げて、ベルトが半分ぐらい隠れるかなっていうところで折り目をつけて落ち着かせてあげる。あんまり中に入れすぎちゃったり出しすぎちゃったりするのはみっともないので、これぐらいにちらっとベルトのバックルが見えるぐらいの状態で程よく自然な感じで着られるかなと思います。ではね、こちらにジャケットを着てみたいと思います。はい、もうね王道中の王道といった感じです。グレーのウールパンツにネイビーのジャケット、白シャツ、もうこれだけでねどこでも通用すると思います。納体で OK なお仕事でしたらこれが一番決まるし、そして悪目立ちしないと思います。でね、やっぱジャケットに関してもサイズ感重要です。ボタンを閉めた時パツパツすぎない、手のひらが入るぐらい、はい、そして肩が落ちてないか、ちょっと変なところにシワが入ってるっていうのは体に合ってない証拠なので気をつけましょう。そして袖丈、だいたい曲げていただいてたるまないぐらいの丈感に直す。袖丈重要なので、ちょっと長かったり短すぎたりすると非常にバランスが悪くなってしまいます。ちゃんとした袖丈を合わせるとぐんとジャケットもねかっこよく着られるようになるので、このあたりもね注意したいところです。はい、じゃあね、このままこのスタイルにこのニットを着てみます。はい、スタンドカラーのジップアップのニットを着てみました。ちょっと厚手です。7ゲージのフィリッポ・デ・ローレンティスというブランドのニットカードです。これより薄いものも厚いものもあります。こんな形1枚持っておくと便利だよっていう感じですね。で、このままねカーディガンみたいに羽織っていただけてもいいし、裾をちょっとね開けたりしてこんな感じで着てもらう。はい、そうすると、ジャケットスタイルよりもちょっとねカジュアルな
肩の力が抜けたスタイルになると思います。ニットなので当然伸びます。楽ですよね。車の運転されるとき、座ってお仕事されるとき、こんなニットいいです。そしてシャツを着たときでもうまくそのシャツの襟に沿って立ち上がってくれる襟、いいですね。で、この上に先ほどのネイビーのジャケットを着るっていうこともあります。はい、アウターとしても使いたいし、カーディガンとしても使いたい、そんな方にはなるべく薄手のハイゲージのものを選んでいただくといいと思います。こちらのニットは今ギリギリジャケット着られます。そして暖かいですね。こんな感じでジャケットの下に着ていただく、そんな着方もありですね。このジャケットじゃなくてアウター、ブルゾン、ダウンベスト、こんな感じでもいいと思います。非常に役に立ちます。はい、ではこのままジャケットを変えてみたいと。はい、先ほどはね、ラルディーニというブランドのジャケットを着ました。今回ご紹介するのはタリアトーレというブランドです。今ね、イタリア系のジャケットで売れてる2大ブランドです。ラルディーニかタリアトーレ、この一つです。はい、どちらにしてもね、やっぱりね、綺麗なシルエットかなと思います。で、こういった白いシャツ、そしてグレーのパンツ、黒の靴にこんな色合わせていただくと、まるで見た目が変わると思います。上品に見える、さらにおしゃれに見えると思います。周りは結構黒とか紺ばっかり着てる方多いと思います。その中でこういった色を着ているだけで、すごくおしゃれな人だなって思っていただけるんじゃないかと思います。なのに簡単です。意外と着てみるといろんなものに合うので、こういった色をちょっとね、積極的に取り入れてみると世界が変わるかもしれません。はい、続いては同じスタイル、同じパンツ、同じ靴にシャツからニットに変えました。はい、こちらね、モックネックです。モックネックのハイゲージ、めちゃくちゃ薄いですが、非常にいい糸を使っているので柔らかくてね、着心地抜群。グレーのパンツにブラウン、非常に相性がいいです。で、こういったニットに対してジャケットを着るとどんな見え方をするのか。はい、ラルディーニのネイビーのホップサック着てみました。グレーのパンツにブラウンのニットにネイビーのジャケット、非常に相性がいい組み合わせだと思います。一つポイントは、なるべくね、色数は減らしてあげたい。あんまりたくさん色を使うとごちゃごちゃしてしまいます。靴は別として、パンツ、インナー、ジャケット、3色これぐらいに収めてあげると落ち着くかなと思います。ではね、もう一色のジャケット着てみたいと思います。はい、ジャケットがネイビーからキャメルに変わりました。ブラウンとの相性、グレーとの相性、非常に相性がいいです。なのでこのキャメル系の色だったり、オフホワイトだったり、明るいグレーだったり、今季ね、結構提案されている淡い色、そんなの一着挑戦しても同じように合うと思います。ではね、これをニットに変えてみます。はい、シャツなんかね、堅苦しくてまだまだ着ないよっていう方、ニットの上にこういうニット合わせるのもありですね。はい、非常に相性がいいです。これがタートルネックになっても、クルーネックになってもいいと思います。このね、アウターにもなるニット、スタンドカラーのタイプですね。こういうのは黒とかネイビー使ってもいいかなと思います。アウターとしても使いやすいし、カーディガンとしても使いやすい。おそらくインナー、どんな色持ってきても合うと思います。はい、続きましてはね、パンツを黒にしました。パンツブランドとしては一番売れてるんじゃないかっていう、ジャブス・アルキビオというブランドのマサッチョモデル。そして素材、ジャージです。ジャージだけどすごく細くて綺麗です。そしてウエストゴムです。めちゃくちゃ楽ですね。はい、ブラックのパンツにブラウンのニット、これも相性いいと思います。はい、ちょっとね、スポーティーなパンツなんですが、ちゃんとジャケット合わせもできるように考えられています。綺麗にまとまります。そして黒とキャメル、ちゃんと合いますね。はい、こんな感じで使っていただくのもいいかなと思います。ではね、この黒のパンツを使ってもうちょっとカジュアルなスタイリングしてみたいと思います。はい、ちょっとね、カジュアルコーデに振ってみました。足元、オートリーのスニーカー、そしてプルオーバー型のパーカーです。グランサストというブランドのスーパージーロンウールという高級素材ですね。スウェットのパーカーを着るより、柔らかさだったり温かみある感じ、やっぱりニットはすごく格上げされた雰囲気になると思います。そしてパーカーを着るとき注意したいところは、フード周り、ボリュームペチャってなっちゃうタイプより、ちゃんと立ち上がってくるような、首周りにボリュームが出るような形の方が合わせやすいと思います。より小顔効果も得られますし、スタイリッシュに見える。なのでパーカーを着るときはね、フードの収まり方チェックしてみるといいと思いますね。はい、こんな感じでね、秋冬この上にどんどんアウターを着ていく、そんな感じでもいいと思います。休日スタイル、ジャブスのマサッチョモデルなんかは、先ほどのようにローファー合います。そしてスニーカーになっても合う、めちゃくちゃ楽ちんで、上もニット、
これだけでね、大人の上品スタイル、休日スタイルが出来上がるんじゃないかなと思います。そして今回ご紹介したアイテムに関しては、どれもこれもちゃんと使い回せるように考えてコーディネートしてみたつもりです。こういった一点一点、ご自身が持っているアイテムと相性がいいかどうか、コーディネートが組めるかどうか考えながら、色だったりアイテム選び、少しでもね、参考にしていただけたらなと思っております。はい、というわけで今回は上品な大人コーデに近づくアイテム選び、そんな内容でお届けさせていただきました。非常にね、シンプルなコーディネート、とにかく長く使えて線でつながるコーディネートしやすいアイテム、参考にしていただけたらなと思います。今回も長い時間ありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。